これは、あなたが大切にしていた指輪。いつ見ても綺麗。不思議な光を放っているわ。これを君にもらってほしいんだ。それって。俺はしがない傭兵だ。戦うことでしか金を稼げない男だ。もしよかったら俺と結婚してほしい。おはよう。私がいない間、何か変わったことはありませんでしたか？いつも通りだったよね、お兄ちゃん。そうですか。それを聞いて安心しました。それよりマスター、そろそろ私のことを紹介してほしいんだけど。まだ自己紹介してなかったのですか？彼女の名前はティピ。魔法で生み出されたホムンクルスです。
っぱりあんたって呼ばせてもらうね。なにこいつ、感じ悪い。宮廷魔術師である私がこんな時間にここへ戻ってきたのにはいくつか理由があります。一つはルイセの魔導実習って。魔導実習って？私の言ってる魔法学院のカリキュラムの一つでね、高名な魔導士の下で実際に魔導研究を手伝うの。私はお母さんが宮廷魔術師をしてるから得しちゃったな。甘えてはいけませんよ。実の子供だからこそ手加減せずに指導しますからね。はい。それからもう一つの理由ですが、こちらが本題なのです。捨て子だったあなたを私が引き取ってからもう17年になりますね。その間あなたをこの王都から一度も外に出さなかった理由を話しましょう。それはあなたの成長を占った時でした。ある時は世を滅ぼす元凶となると現れ、またある時は世を救う光となると現れました。うわー、極端ね。そうなのです。人には善と悪の心があり、それがそのものの未来を決定します。ですがその未来の幅はそれほど大きくはないはずなのです。そこであなたがある程度成長し強い心を持つようになるまで外界との接触を極力断つことにしたというわけなのです。それでもう大丈夫なの？私はあなたが正しい方向へ歩むように教育してきました。これからはあなた自身がその道を選ぶのです。今日からあなたには都の外へ旅に出てもらおうと思います。人々との出会いやさまざまな体験を通して多くのことを学びなさい。そしてそこから自分が歩むべき道を決めるのです。まずはこれで旅の支度をしてください。買い物が終わったら戻ってきなさい。話の続きはそれからです。ここから先は用のないものは入れないよ。たとえ君がサンドラ様の息子だとしてもね。
買い物は終わりましたか？では、買い物が終わったら来てください。買い物は終わりましたか？あのね、マスター、買い物ついでにこいつがどんなやつか見てみたんです。時間がないので要点だけ教えてください。まず、いざって時に求められる判断力からね。本能で動いてるってのが一番ぴったりかな。面白ければ何でもいいって思ってるのかもしれないけど、こいつを野に放つのって最悪をばらまくのと同じね。マスターが今まで旅に出すのをためらった理由、分かった気がする。はあ、こんなやつの面倒を見なきゃいけない私って不幸。ただ行動はキビキビしてたよ。まあ私に言わせればそれぐらい当然って感じだけど。そして注意力だけど、あんたに求めるのは無理かな。でっかい落とし穴が目の前に見えていても気づかずに落ちるよ、きっと。私ぐらいになりたかったら町外れにいる犬についた蚤を見分けるくらいの意気込みがないとダメね。あ、一応例え話だからね。念のため言っとかないとあんたならやりかねないからさ。それに少なくとも占いで出た世界を破滅させたり作ったりってのとは無縁だと思うよ。だって旅に出たらすぐ野垂れ死にしそうだもん。何もない場所でつまずいて大怪我するぐらいこいつには朝飯前よ。素直さについては言いつけられたことが守れないみたい。もうしつけがなってない悪ガキって感じね。マスター、気を悪くしました？あとあんたとの口約束は全く信用できない。気分次第で簡単に破るし、守れない約束なら交わしちゃダメでしょ。ちゃんと反省しなさい。あとあんた、人と真面目に話す気ないでしょ。だって相手に合わせて適当なこと言うし、お調子者って感じで信頼するのはちょっと難しいわね。少しは私を見習いなさい。次は優しさだけど、見事なまでに冷たい男ね。優しさの片鱗も感じられないし、まとめるとこんな感じかな。なるほど、ティピはそう見たのですね。しかし自分の息子をここまでひどく言われるとは思いませんでした。あ、そのごめんなさいマスター、調子に乗りすぎました。ところでどう？私の評価に文句ある？私の鋭い観察眼に間違いはないってことね。それでは話を続けることにしましょう。まず何のためにどこに行くかよね。
どこか行きたい場所はありますか？いきなりそれは無理ですね。国境を越えるための手続きなどもいろいろと必要ですから。そういえば、さっき起こしに行った時、あんたうなされてたけど、怖い夢でも見たの？お母さん。そうですね。あなたは昔から奇妙な夢ばかり見ていましたね。外の世界など知らないはずなのに、隣の国だとしか思えない場所を見たり。今回はどこを見たんですか？遠くに塔のような岩の見える古びた遺跡ですか？それならそれほど遠いところではありませんし。いいなぁ、ねえ、私も一緒に行っていい？あなたは魔導実習があるでしょ？でも、お兄ちゃん一人で大丈夫かな？そのために私がいるんじゃない。だからよろしくね。そうと決まれば早速出発ね。あなたにこれを渡しておきましょう。これを投げつければ、敵一体をしばらくの間、麻痺させることができます。本当に危険になった時に、使うといいでしょう。気をつけてね、お兄ちゃん。困ったことがあったら、いつでも戻ってきなさい。
羽の生えた人だ。なんだろう。彼らはフェザリアン。あまり地上に降りてこないからね。知らなくても無理はない。え？いつ見ても美しい翼だね。君もそう思うだろう。そうかい。暗くてよく見えなかったのかな。僕はいつかフェザリアンの住むあの浮島に行ってやるんだ。だがそのためにはもっと研究をしなくては。あなた学者さんなの？そういえば普通の人とはちょっと違うみたい。なあ、そうだよ。君もただの妖精じゃないね。ホムンクルス？すごい！よくわかったね。あたし、ティピ、よろしく。僕はアリオスト。魔法学院で飛行の研究をしている。魔法学院って、ルイセちゃんの言ってるところ？ルイセ、君たちは彼女を知っているのかい？ルイセちゃんはこいつの妹だよ。それよりどうしてルイセちゃんのこと知ってるの？彼女は有名人だよ。グローシアンだからね。グローシアン？なんだ、知らないのか？月食や日食の期間に生まれたものは特殊な魔力グローシュを得る。その力を得たものをグローシアンと呼ぶんだ。彼女は皆既日食の間に生まれた最も優れたグローシアンだ。へえ、あんた知ってた？それじゃあ私だけなの？マスターも教えてくれればいいのに。まあちなみにグローシは知ってるだろ？よかったらそれも教えてくれる？多分君たちも見ているんだけどね。大気中を光りながら漂っているこれがグローシュさ。あ、このふわふわピカピカのこと？これがグローシュなんだ。このグローシュは時空の不安定なところからこの世界に流れてくる魔力なんだ。あ、つまりこれが多い場所ほど時空が不安定というわけだね。一般的に北へ行くほどグローシュが増え、南の方にはほとんどないんだ。さすが魔法学院の学者さんね。いろいろとありがとう。どういたしまして。さて、そろそろ僕は帰るよ。僕はしばらくオートの宿にいるから、いつでも遊びに来てくれ。ルイセ君によろしくね。さよなら。そろそろ私たちも帰りましょう。あなた、来てくれたのね。え？
ずっと待っていました。あなたがここに来てくれるのを。私を忘れてしまったのですか。そうですよね。もう20年も経ってしまった。これはあなたが持っていて。指輪だね。この指輪はお返しします。そしてあの子に会ったら伝えてください。シエラは母は今でも愛している。あの子って。愛しているわ、あなた。あの子によろしくね。ちょっと！今のって、あんたの夢に出てきた人？なんだか不思議な場所だったわね。さあ、早く帰りましょう。